はい、こんにちは、木村です。今回ですね、先日私が出版した本、サラリーマンは今すぐ5000万円借りなさいという本について解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。今回私が本を出すきっかけになったのはですね、あの有名なロバート清崎さんの金持ち父さん貧乏父さんという本、あれを読んで私は人生が大きく変わったんですね。ですからですね、この私の貴重な経験をですね、本にして、そして世の中の多くの方に読んでいただいて、そして人生を同じようにね、ガラッと大きく変えてほしいと、そういう気持ちで本を出版したという経緯なんですね。では内容をね、かいつまんでご説明してみたいと思います。まずですね、今のサラリーマンの置かれた環境についてなんですけども、私は令和サラリーマンと呼んでるんですが、令和になって本当にサラリーマンを取り巻く環境が変わったんですね。例えば有名なトヨタ自動車の社長がですね、もう、終身雇用を、ね、続けていくのは難しいと言ったりとかですね、または多くの有名な企業がですね、例えば NEC さんとか富士通さんとか、45歳で早期退職するというのがもう去年からもう今年にかけてどんどん増えているんですね。あとは副業について、多くの会社が以前は副業禁止だったんですが、今逆に副業を奨励する会社が増えています。それはつまり会社の給与だけでは将来大変だから、他のところで稼ぎなさいと言っているようなものなんですね。これ法的にもどんどん整備されてきてますから、もうそういう時代なんですね。本当に令和になって変わりました。あとは老後2000万円問題、これも大きな問題になりましたね。はい、でもこれはですね、そもそもなんで今頃問題になるのかなと、そういう認識が国民になかったのかなっていうところが問題だと私は思いますし、あとそもそも2000万円で足りるわけないのになというところでも問題だと思います。私はそれどういうことかというと、2000万円の問題についてですけども、そもそも2000万円で足りるのかということなんですね。これの前提が、月のですね、老後の夫婦2人で26万円必要ということを言われてるんですけども、そもそもこれがおかしいですね。他のですね、機関、例えば公益財団法人生命文化センターというところはですね、37万円必要だということなんですね。普通に考えてもですね、やっぱり、必要最低限のお金だけじゃなくてね、病気になったら病院にかかるであったりとか、時々はやっぱり旅行に行ったりとか、趣味にかかるお金、お孫さんに何かプレゼントするとか考えたらですね、やっぱり30万円以上は必要だと思いますよ。でこれで37万円で計算するとですね、今回の計算の前提である60歳から90歳までの30年間で計算すると、なんと1億3000万円必要なんですね。いくらですね、いや年金で、ある程度賄うとは言ってもですよ、1億3000万円というのは全然もう桁違いの数字です。ましてやもし年金がもらえない、圧倒的に少なくなってしまったということであると、前後のねお金必要ということになるわけですよ。これ誰も貯めれないですよね、60歳までには。あとはですね、ではじゃあそういったお金を今のうちから貯めようと、または60歳以降も働こうということを考えたとしてもですね、やっぱりそこは労働収入前提になりますから、例えば今会社員しながらですね、他の仕事をね、仕事終わったとは夜とか土日とかに与えて稼ぐかというのも非現実的ですし、60歳以降、せいぜい65歳ぐらいまででしょうか、それ以降になってくると体にもガタがきますし、現実難しいですよね。ですからね、本当に1億円の貯金ないまま65歳以降に突入するとですね、本当にもう70数歳ぐらいで、お金は使い果たしてしまう。その後どうやって生活するんだと。しかも寿命は90歳どころかもう100歳とか伸びていくような話もありますから、今からこういう準備しておかないとですね、後からああ大変だった、やっとけばよかったと言ってもですね、若返ることはできませんので、本当にこれはね、非常に厳しい現実が待っているということだと思います。ではですね、じゃあどうするんだということなんですが、ここでのキーワードはですね、やっぱり自分の未来を守ってくれるのはですね、資産だということです。資産って何でしょうか。資産っていうのはですね、
漢字をよく見てほしいんですけども、資本を生むというふうに書くんですね。つまり労働でお金を稼ぐんじゃなくて、資本、つまりお金をね、生んでくれるものを持つということなんですね。これはね、サラリーマンにはない考え方です。サラリーマンはやっぱり働いて働いてお金を受け取る、いわゆるフローをね、そこにだけ注力してますけども、資産、これイコールストックとも言われるんですけども、ストックをねちゃんと持つ必要があります。ですからサラリーマンはフローとストック、これから両方意識してやっていく必要があるんですね。ではストックはどういうのがいいかというと、まあ不動産がされたものなんですが、他には株式とかね、特許権利とか、あと、ビジネスノウハウ、誰かに教えるとかね、いろいろありますけどもね、やっぱりね、不動産以外のものは変動がありますよ。これに対して不動産というのは家賃収入ですから、家賃は本当に変わりません。私が過去に経験したリーマンショック、あの時ですら本当に家賃の値段も変わらなかったです。非常に安定したものになります。あとはですね、サラリーマンがですね、非常に手を出しやすいというのがあるんですね。あとですね、この不動産投資が本当に安定するということもあってですね、私が実際経験したんですけども、サラリーマンの本業の方の安定度よりも不動産の方が安定するんですよ。やっぱりサラリーマンの仕事っていうのもですね、結構日々数字に追われていたり、調子悪い時もあれば、ましてはリーマンショックとか、こうめちゃくちゃ数字が残念ながら下がってしまいますよね。でも不動産の方は安定する。ですから私が今までね、本当にどうしてこんなに違うんだろうというぐらい感じてきたことなんですね。あとは AI の問題です。サラリーマンの仕事は今後どんどん AI にとって変わると思います。自分の仕事は大丈夫だと言えるような人はいるでしょうか。でも不動産、つまりアパートとか部屋のね、オーナーという権限、これは AI にとって変わられないんですよ。なぜかというと、これは人間じゃないと持てないからです。 AI がアパートとか部屋のオーナーになれますか。なれないんですよね。これは非常に大きいですよ。私が言ってるのは資産家一族になるということですね。これはどういうことかというとですね、今あなたはね、自分の今のお金のことを考えているかと思うんですけども、不動産っていうのはですね、代々相続で子供とか孫の代までどんどん渡していけるものなんですね。ですから今回あなたが不動産を持ったらですね、子供とか孫の代まで継承していって、つまり資産家がとなって、それが今、まあ、一族って言葉を使ってますけども、佐藤家なら佐藤家、千葉家なら千葉家としてですね、資産を持って余裕のある生活を続けていける、そのスタートにあなたがなれるんですよということなんですね。この意識も非常に大事ですね。それでですね、まあ、今回の話のポイントなんですけども、ローンの話、まあ言い換えると借金なんですが、不動産投資、これは大きなお金が動くので、やはりキャッシュで買うことはまずまれです。ローンを組んでやりますが、まあ、そこでやっぱり多くの方が怖いとかね、不安だというふうに思うかもしれませんが、ここで大事な考え方を伝えたいと思います。ローン、まあ、いわゆる借金にはですね、良い借金と悪い借金というのがあるんですね。まず悪い借金、これを言いますと、多くの方が組んでいるマイホームとか車のローンとか、あと高級時計を買うローンとか、そういうものなんです。これは自分で返さないといけないですね。当たり前ですけど、でも不動産投資で組むローン、いわゆる借金は自分で返す必要がないんですね。それはどういうことかというと、入居者さんからの家賃収入、それの一部がローンの返済にあたがわれるからです。ですから自分でローンを返すっていう感覚はないんですね。私も13年間やってますけども、1円たりとも自分でローンを返したことがないんですね。この考え方は非常に重要です。あとサラリーマンはこういったローンを組みやすいというのがあるんです。やっぱりサラリーマンは他の職業に比べて銀行からすると安定しているので、ローンを出しやすいんですね。ですからサラリーマンの方はね、自覚してほしいんですけども、やっぱりそれね、勉強してね、受験勉強していい学校入って、そして、できるだけいい大きい会社に入って、そして会社入った後は先輩とか上司からいろいろ言われても我慢してやり続けてきたと思うんですね。そういったあなたに対してのご褒美を与えられたこのローンを組めるというね、そういうものなんですよ。怒るとサラリーマンの特権なんですね。やっぱりね、これは生かさない手はないと思うんですね。本当に皆さんに生かしてほしいなと私は心から思います。そして最後に木村式不動産投資法、これについて触れています。大きく3つの特徴があります。着実に物件を買える方法であるということ、あとは再現性が高い、誰でもですねちゃんとやれば同じようなステップを踏むことができるというもの。そして3つ目、忙しいサラリーマンでもできるだけ少ない時間と労力でできるというものになっています。
何点かいろいろ特徴があるんですけども、一つだけですね お話しするとですね、あのネットではですね情報とかあとは物件を探すなっていうことを伝えておきたいと思います。特に物件、ネット上に載っている物件、アパートとかね、アパート一部屋とかそういったものなんですが、これは余り物だけなんですよ、ネットに載ってるのは。それはどういうことかというと、いいものはですねもう人間の付き合い、人手って言ったらいいでしょうか、もう早い段階でですねもう売れてしまうんですよ、知り合い通じてとかで。そこで売れ残ったものがわざわざ広告費を出してですね不動産業者がネットに載せてるんですね。ですからそういったものは絶対買うなというのがありますね。あとは年収別にアプローチが違いますということについても書かれています。例えば私の不動産投資法は年収300万からできるようなパターンを作っているんですけども、300万だったら、まあ、最初本当に小さなアパート、もしくは、安定したエリアでの一室から購入してですね、そして安定した運営と返済実績を作って、そして少しずつ2つ目3つ目と少しずつ増やしていくというものになります。その他にもね、年収500万だったらとか700万以上だったらこういうやり方とか、そういったものも解説しています。本はだいたいこんな感じなんですけども、購入していただいた方にはですね特典として、私のセミナーへの参加券であるとかですね、あとは動画、無料動画、16本を用意したりであったりとか、あとは本気でやりたい方には1回の通話アドバイスとかね、そういったものもプレゼントとして用意されてますので、ぜひ、本をね購入していただいて、そういった特典も手にしていただけたらと思います。はい、では今回は以上になります。